今土曜の夜を熱くしているアニメを知っているか。そう、その名はイニシャル D。 主人公の藤原匠とそのライバルたちとの壮絶な行動バトルを描いた走り屋たちの青春ドラマ。放送開始以来フルスロットルで話題沸騰、熱き峠の走り屋伝説、人気アニメイニシャル D の全貌が今夜ついに明かされる。藤原豆腐店の一人息子藤原匠は現在高校3年生。一見おとなしそうな彼こそ地元群馬の秋名峠を天才的なドリフトで駆け抜ける最速の走り屋だ。匠のドライビングの秘密は父親文太の英才教育。なんと中学1年の時からステアリングを握らされ、毎朝4時に峠のホテルまで豆腐を配達させられていたのだ。その甲斐あって知らず知らずのうちに驚異的なテクニックを身につけていた匠。挑戦者たちとのしのぎを削る戦いが彼の技にさらなる磨きをかけ進化させていく。匠と共に戦い、匠と共に進化を重ねているのが86。そう、匠が狩るマシンだ。軽いボディにハイパワーエンジンを組み合わせた FR スポーツクーペ、つまりドリフトで峠を攻めるにはもってこいの車ってわけだ。ちなみに現在この匠が乗る86は中古車市場でも入手が困難。もし見つかっても以前は70万前後だったものが100万近い価格設定になってしまっているとか。まさにイニシャル D 効果。匠と86は今までに4組のライバルと戦っている。今夜はこの4つのバトルをスーパープレイバック。大切にアニメイニシャル D の監修でありちゃっかり声の出演もしてしまっているあの走り屋たちのカリスマが登場。バトルの秘密を大公開。そしてなんとなんとなんと、あの禁断のガムテープデスマッチにも挑戦。イニシャル D といえば CG、 日々進化を遂げている制作現場の舞台裏に初潜入。さらにエキゾーストノートのリアルサウンド、音響効果のこだわりもチェック。音といえばイニシャル D に欠かせないのが音楽。番組に曲を提供してくれているムーブとガラが特別出演。もちろん声優陣も登場。アニメの画面を飛び出して直接対決、トークバトル炸裂だ。バトル1、SD3S。 軽くコンパクトなロータリーエンジンをフロントミッドシップレイアウト、それによって実現した理想的な重量バランスは国産最高のコーナリング性能を引き出す。 FD こそまさに曲がるために生み出されたハイテクマシン。そして FD を狩るのがこの男、赤城レッドサンズ高橋圭介。関東最速の野望に燃える赤城レッドサンズ、その頂点に君臨しそれぞれに FC-FD を狩る兄弟がいた。その名はロータリーの高橋兄弟。今回匠の前に立ちはだかったのは弟圭介。その腕前は天才の異名を取る兄の凌介でさえ脅威に感じているという、まさに本能の走り屋 FD 高橋圭介。出てこい秋名の幽霊。コースは匠が5年間遠くの配達のために毎朝通い、その腕を磨いたホームグランド秋名峠。新旧2台のコーナリングマシンが火花を散らすドリフト対決、勝つのはどっちだ。彼らがスタートする前に今回繰り広げられる4つのバトルの解説者、そうあの人を紹介しておこう。彼こそはドリフトキング、土屋圭一。サーキットでは数々のタイトルを手中に収め、その華麗なドリフトで走り屋たちを魅了し、イニシャル D の監修も務め上げ、実は匠の父文太のライバルだったとも噂されているドリキン。彼はこの勝負どう見る。常識的に言ったら86が勝てるわけがないと思うんですけど、その常識っていうのが、その一般常識なのかは、あるいは我々の中の常識なのかっていう。サーキットに行くと絶対負けるよね、はい、これなぜかって言ったらダウンヒルがまずない。でもこのストーリーの中で出てくるのは全部ダウンヒルなんだよね、はいはい、そのダウンヒルの中でじゃあ何が必要かっていうと、車の性能じゃなくてその車の持ってるポテンシャルをいかに引き出せるかっていう。じゃあ300馬力を引き出せるドライバーがいるか、それよりも160馬力をフルに引き出して、うん、120% に持っていった方が早いっていうね、うん、君はね匠の実力をまだ分かってない。
まあ、そうですか。直線は離されてもそのコーナーで技を使えるから、うん、その技気になるのがあるじゃないですか。一つ、何でしたっけ。溝落とし。溝落とし、あの我々もレース中使いますよ。その全部のコーナーでは使わないですよ。ここはちょっとアンダーっぽいんだよなっていう時に、あと100分の何秒縮めるっていう時に使いますよ。でタイヤをいたわる時には使いますよ。ドリキンもレースで使っているという溝落としとはどんな技なのか。そして新旧2台のコーナリングマシンが繰り広げるドリフト勝負はどちらに軍配が上がるのか。ギャラリーの見守る中、ファーストバトルの火蓋が今切って落とされる。ゴースタートダッシュは予想通りケイスケの FD が前に出た。2速から3速への絶妙なクラッチミートが350馬力のエンジンを揺さぶる。もう止まらない。その差はぐんぐん離れていく。ストレートは FD の独壇場。このまま最後までぶっちぎってしまうのか。あの86が二度とバックミラーに映ることはねえぜ。第1コーナー FD は鮮やかに美しく華麗にクリア。果たして我らが86はどうなんだ。こうなんだ。オーバースピードギリギリの速さで突っ込んで、目にも止まらぬマシンガンシフトダウン、絶妙のヒール&トー。このドリフトこそ芸術。ガードレールまでの幅なんと5センチ。一気に86が差を詰めていく。匠のダンスは終わらない。第2第3コーナーも最速でターン。どんどん差が詰まっていく。何、そんなバカなことあるわけねえ。ケイスケのプライドがその事実を許さない。しかしその脅威は藤原匠はもう背後に迫っている。2台はヘアピンをクリア。ついに FD のケツに86がついた。追いつかれた。何が起こってんだ。気が変になりそうだぜ、こんなはずはなかった。こんなはずではなかった。そんな焦りがケイスケの脳裏をよぎる。ロータリーの高橋兄弟の名は今や関東の走り屋で知らぬものはなかった。それがこんなところで、それもあんな昔の車に追い立てられている。ケイスケはこのバトルのために毎晩アキナに通い、ダウンヒルを走り込んだ。だからストレートもコーナリングも完璧だった。しかし86はついてくる。アキナ峠の魔物スーパーダウンヒラー藤原匠が追ってくる。やはりコーナーワークは86が上か。ちょっとでも直線が長いとドバッと差が開く。しかし匠もパワーの差を目の当たりにしていた。追いつくことは追いつくが、どうしても抜けない。どうするんだ匠、勝てないのか86。しょうがねえ、あれやるか。仕掛けるポイントはこの先の5連続ヘアピンカーブだ。あれってなんだ。何か策があるっていうのか。まさかあの技をやるのか。ヘアピンを前に SD は減速シフトダウン。ついで86もヘアピンなんで減速しねえ。何考えてやがる。なんと86は減速しない。これは明らかにオーバースピード。ブレーキがいかれたか。86は FD のインへ入り込む。しかしこのまま曲がりきれるはずがない。なんだ今のは。なんとインベタの苦しいラインから86が FD を抜いた。何をしたんだ匠。俺には分かった、あの86が何をしたのか。え、バカバカしいことだが、あんなことは誰にも絶対真似できねえ。しかもこのアキナでしかありえないことだ。とんでもねえバカが世の中にはいるもんだ。どうなってるんだ。FD をぶち切って86はそのままゴール。匠は見事ファーストバトルを勝利で飾った。悪い夢の続きを見てるのか。あのヘアピンで何が起こったのか。ケイスケはレースの後も理解できないでいた。しかしケイスケの兄であり、後に匠と壮絶なバトルを繰り広げることになる凌介はその謎に気づいていた。やつはこれを使ったんだ。排水用の溝？そうだ。この溝にインガーのタイヤをわざと落とし、引っ掛けるようにして遠心力に対抗する。これならば確かにタイヤのグリップ以上のコーナリングフォースを得ることも理論的には可能だ。あまりにも単純明快でバカバカしい思いつきだが、
いきなりやろうとしても絶対に成功しないだろうな。おそらくあいつは普段からこんな練習もしているんだろう。よほどこのアキナを走り込んでいるやつだ。クソったらが。ま、こんなことが起こるから峠は面白い。藤原匠、彼は初めてのバトルにしてその驚異的なテクニックを見せつけた。すごい、勝っちゃいましたね86ね、うん、だからダウンヒルの面白さ、まあ、あのお兄ちゃんも言ってたけれども、うん、やっぱりね、うん、ダウンヒル峠には何があるかわからない、うん、その峠にしか存在しない技があるんだけど、うん、でこの場合は溝尾に落とすことによって溝はこういう風になってるよね、はい、路面に対して溝があって下がってますね。ここに落とすことによって荷重は内側にかかるわけ、ええ、でも遠心力は外にかかる。それをここに引っ掛けるわけ、タイヤをグッと引っ掛けてギュッと曲げちゃう。